はい、どうもこんにちは、内川さんでございます。今日はですね、昨日の配信の時にちょこっとお話しした刑事のね、選び方って言いますか、そういうものについての、お話でございます。まあ今回ね、自分が使った刑事とか、話聞いた刑事とか、実際使ってはないけど、ショップさんとかペットショップとかで見かけた刑事、ああこういうのいいなっていうところとか、ちょっとお話ししようかなと思います。まあこれはね、前回もねアップしたような内容なんですけれども、まあ最近見始めたり、最近から爬虫類買おうと思ったり、ちょっとケージ選びどうしようかなと思ってる方もいるとは思うんで、必ずしも自分が使っているグラステラリウムが、万能でいいというものではまあないのでね、まあそういうお話もできたらなと思います。でね、まずはじめにこちらに置いてますのは、コトブキさんのヒュドラですね。ヒドラかヒュドラか忘れましたけど、ケージでございます。3030のキューブ水槽でございます。まあ、キューブの水槽というかケージといいますか、そういうものになります。これもね、自分は以前使っておりました。こちら、あ、これね、今ちょっと底は黒いんですけれども、そこにねちょっと敷物敷いてるんだ。よいしょ。ちょっとね、そこに今このフェルトを敷いてます。ゴムのフェルト。確かね、このゴムフェルトも、付属だったかな、なんかの付属でしたね、このゴムフェルトは。多分こいつの付属で入っとったような、入ってなかったような気がしますけれども、入れております。で、こちらね、3030のキューブで、まあ非常にいいところもあるんですよ。まあいいところから紹介すると、ちょっとカメラ下行って、このフレーム、このね、下のフレームがこんな感じで取れない。というような感じでね、フレームだけ外すことができます。こちら、これがね結構いいことで、まあ何がこれのいいかっていうと、まあ皆さんね、当然爬虫類飼育してるとパネルヒーターを使うと思うんですけれども、パネルヒーター、この下にですね直接直置きできます。そのためね、無駄な熱っていうのがなくて、もうパネルヒーターと、水槽、まあケージを、密着させることができるので、これはね非常によろしいことだと思いますね。かなりね、その点はいいです。で、あと上もね、ちょっとこれね結構開きやすいんで、ワンタッチでね開くんでね、まあ、他のメーカーもこの辺はそうなんですけれどもね、ここね、このロック、これでロックして、こっちでロック解除で、これで開くっていうことができます。まあ非常に簡単です。ただこのねネジ、ちょっとねカメラ三脚で固定したままなんですけど、ここのネジがね非常に錆びやすい。ステンレスではないです。多分ねクロム製か、その他ね、メッキ加工されたものなんですけれども、ステンレス製ではないので、ここが錆びてですね、そのうちこうやってね汚れてきます。汚れたのがこうやってついてきます。これがねちょっと難点でもありますね。うん、この錆びがね出ます。これなんで自分で、ステンレスのネジに交換しました。まあそういう点ぐらいですね。これね、まあメッシュはねダントツつけるにはちょっと不向きです。ちょっとメッシュのね、この網目用っていうのはもう編み込んではなくて、もう完全固定されてるものなんで、ちょっとねダントツのネジを取り付けるのは非常に大変でございます。まあけどこの小ささなんでね、ダントツはいらないかなというような感じでございますね。でね、まあそれがねちょっとネジが悪いっていうところと、ちょっとねいいところがあれなんですけれども、これねちょっと硬い、うん、まあちょっと硬い、これがなロックなんですよ。これで、はい、ロックしてロックしてっていう感じでこれで開くんですけれども、ガラスのねまあ掃除がしづらい、うん、ちょっとねこうなんと言いますか、ちょっと拭き掃除がねしづらい。手前のガラスとか、奥のガラスはねこうやってやったらねこうできるけど、手前のガラスはねこうちょっと分かりにくいけど、こっち手前ね、そう、こんな感じでね掃除がしづらいっていうのはあります。ちょっとねもうちょっとねこの滑りが良かったらいいなって思うんですけれども、でねちょっとねカタカタする、これがねカタ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 ってするのが、まあ多少
まあ、慣れたら全然なんですけれども、最初のうちはちょっと気になるかと思います。ちょっとねこう歩いて入れるたびにこれがカタ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 っていうなることがあります。で、まあ、その点かな、このケージのちょっと面倒くさいというか、ちょっとあれだなって思うところは、まあ、単純にここの上に止めてたさっき見せたネジがステンレス製じゃなくて錆びるっていうことと、ちょっとねこの何です、開閉のやつがちっちゃいからねやりづらいっていうのはあります。でもう一ついいの、確かねこれ重ねれるんだよ、こんな感じで。またカメラ固定したままですけど、下にケージがあって、もう一つ上に、はい、こんな風にね、確かねこれできたはず。フレームでこんな風にやって2段目置いて3段目置いてっていうことが、確かねこれできたようなできなかったような、また自信がないんですけれども、そんな感じのことをね聞きました。こんな感じでね、1段目、はい、2段目この上に置いて、また3段目っていう感じで、確かねやっていけたはずなんですよこれね。ジジイそうだね、ちゃうか、まあ、ちょっと猫がいるんでね、猫に話しかけながら、まあこんな感じでございますよ。寿のヒュドラケージ、これはヒョウモントカゲとか飼育するんでしたら、俺はこれ使うのもいいと思います。グラステラリウムもいいんですけれども、ヒョウモントカゲ飼育するぐらいでしたら、30センチとかそれぐらいで飼育するんでしたら、これヒュドラのこのケージね、3030のキューブケージ、これがまあ割かし低コストで、パネルヒーターもすごく設置しやすいです。すごくこのフレームが外せるので、すごく設置しやすいです。グラステラリウムだとやっぱりフレームがあるので、裏にですね、直接パネルヒーターを貼り付けてやる必要があるんですけれども、そういう手間もなくて直接パネルヒーターの上に置けるっていう点ではこいつは非常にいいです。うん、で、まあ、30センチのキューブですし、小型なんで、場所も取りませんし、良いかと思います。ヒョウモントカゲとかね、小型の、生態、飼育するんだったら、まあ、こいつかなって思います。ただしね、軟突がちょっと取り付けるのがね、困難というか、つかねえな、これ。軟突はつかねえわ。まあ、よく見たら、コード通す穴がねえもん。コード通す穴が。だから、断突はつかないと思ってください。うん。つけるのがめんどくさいじゃなくて、断突が、つかないと思ってくれた方が、いいです、こちら。なので、パネルヒーターオンリーでやるか、壁チョロ系、小型のヤモリ、日本ヤモリとかね、ああいう小型のヤモリをやるでしたら、こちらのケージがいいです。非常に、こうやってね、下が密着できるっていうことはね、かなりいいことでございます。で、もう一つが、クリスタルステージ。これがね、なかなか俺が名前出てこねえんだよ。配信でも いつもね、何だったっけなって言っとるけど、ね、みんなからちょっとクリスタルステージじゃないって言われて、あ、そうそうそう、それって思い出すけど、こちらね、ちょっと今他のもの入ってますけれども、こちらのクリスタルステージ。これはね、結構相当使われてる人がいますよね。ヒョウモントカゲとか、ヘビのベビーを飼育するんでしたら、こちらが、おすすめでございます。ちょっとね、ことぶちさん抜いてね、ごめんね。よいしょ。はい、こちらね、クリスタルステージでございます。これは自分でも買ってはないんですけれども、ブルーさんからあずきさん送られてきた時にね、入れてたものになります。で、ちょっと今ミルワームの成長を借り入れしてるんですよね、清掃中なんで。これはね、使いやすいと思いますよ、非常に。コーンスネークのベビーから、まあ、あれで、なんでだっけな、ヒョウモントカゲモドキとか、ね、あの辺のトカゲモドキ、飼育する分に関しては、最低限これでいけると思う。さっきの、ヒュドラのケージ、3030、あれでもちょっとスペース取るし、自分はもうちょっと小さくてコンパクトにしたいなっていうんでしたら、こちらですね。確かね、20センチ、15センチ、25センチだった気がする。25、20、15っていう、まあそれぐらいだった気がするんですよね。ちょっと測ってみようかな、何個だったっけ。よいしょ。ちょうどいい、仕事のメジャーがあった。あー、間違えた。30センチですね。幅30センチ、奥行きか。奥行きって言えるんかな？奥行き30センチ、
幅が20センチ、高さが15のはず。高さがね、15センチでございます。これがね、非常に便利で、開けるのもね、まあこれちょっと今角度変えてますけど、これで開きます。で、ここにはね、マグネットがついてますので、それでカチッとね、こう、止まるような感じになります。なので、ベビーあたりのね、小型の爬虫類、生態の飼育には、これが非常に便利でございまして、この後も自分はこれをですね、ベニトカゲのベビー、ベニトカゲのベビーがあらかた大きくなったら、これを使おうと思います。そこはですね、若干こう足があるんですよ。で、まあ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 、これをね、切り取るってもいいですよ。切り取ってもこれ、簡単に切れます。ノコギリで。うん。専用のノコじゃなくても、ちょっとね、ノコギリで切って、あと、ヤスリっていうか、バリがないようにこう取ってやったら、パネルヒーターの上にも置けて、パネルヒーターを傷つけることがないですので、そういう使い方の工夫もいろいろやればいいと思います。これは、まあ、小型はね、自分はおすすめです。小型のこれは。うん。かなり使ってみるといいと思います。で、次ね。まあ、ここには今ないんですけれども、ケースバイケースさんとかパンテオンさんのケージ。あれもですね、非常にいいところがあります。で、ケースバイケースのケージ、まあちょっとわからない方もいると思うんですけれども、今ね、ちょっとここにカタログチックなものがあるんですけれども、まあ、こんなやつですね。こんなやつ。で、まあ見たらわかると思うんですけど、このケースバイケースさんのケージってね、この下にパネルヒーターを入れるところがあるんですよ。専用のパネルヒーターを入れるスペースがあって、非常にね、これ、いいんです。非常に便利。絶対ね、これ使いやすい。グラステラリウムみたいにわざわざ下にペタってね、貼り付けてやる必要がないので、その点ね、これいいんじゃないかと思います。ただ、ちょっとね、俺が、まあ実際ショップとかで行ってみるんだけど、ショップでもちょっとそれを取り外してたりするのが、これね、鍵。この鍵ってね、結構使ったことある人は少ないと思うんだけど、よく、カー用品とか、ホームセンターとか、なんかちょっとこう、高額品を入れてるところに、鍵がついてるでしょ、あのドアに。あれと同じなんですよ。この鍵っていうのが。あれと同じ鍵がついてて、それがね、めんどくさいでしょ。絶対外すの。いちいちメンテナンスするたびに、鍵を外して、のけて、置いといて、終わって、通して鍵閉めて、その鍵も管理しないといけないから、そういうところはね、ちょっとめんどくさがり屋な人にとっては、この鍵っていうのはいちいち開けたり閉めたりするときに、開閉して閉じて、開閉して閉じてっていうのは、ちょっとめんどくさいんじゃないのかなって思います。で、いいところは、そのパネルヒーターが入れるスペースがあるので、もう手軽なんですよ。もうパネルヒーター外したり、入れたり外したり入れたりするのが非常に楽。いちいち固定する必要もないですので。で、もう一つがですね、ランプステーっていうか、メッシュがね、ちょっと粗い。この上の、ここのね、メッシュが粗いんですよ。だからこのメッシュが粗いから、グラステラリウムみたいに断突を固定する苦労をしなくていいです。グラステラリウムの上のメッシュっていうのは非常にちょっとこう、網目が細かくてですね、断突のネジを固定するのにちょっとこう、ドライバーをその網目にぶっ刺してゴジ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 って、こじて、ちょっとね、穴を大きく広げてやらないといけないんですけれども、ケースバイケースさんは確かそういう必要がなかったと思います。あらかたちょっと粗かったので、断突とかは非常に止めやすくなってる設計だったと思います。まあ多分ですけれども、そんな感じですね。で、パンテオンさんも一緒だったかな。ただパンテオンさんの場合は、なんかね、ちょっと大丈夫なのかっていう感じなんですけど、あれね、実は組み立てなんですよ。買ったらわかるんですけれども、パンテオンのケージっていうのは一つのね、ちっちゃい段ボールに入ってます。まあ、例えば、おっとごめんね、カメラ何回もだって。こんなやつ。こんなやつに、入ってるんですよ。まあ、アマゾンの箱みたいな感じで。で、それで自分で開封して、中からフレームとかガラス板とか、を取って、それを自分でこうね、レゴブロックみたいにこうはめていくっていう感じなんですけれども、まあ、そんなことをする必要あるのかないのかっていう感じですね。うん、ちょっと、あれはあんまり自分も実物を見たことがないので、なんとも言えませんけれども、鍵もね、確かね、ケースバイケースさんと同じで、
ちょっとね、めんどくさい鍵でした。それは覚えてます。というような感じで、まあ、ケージ選びってね、いろいろ考えてみるのも結構楽しいと思うんですけれども、結局統一するようにはなってくると思いますよ。そのうち、あ、もうこれ買っちゃったからこれで統一しようかなと思ったら統一し始めます。じゃあ次ね、グラステラリウム移動します。